こと虹組キララの身も蓋もないと。この番組は漫画家東村明子が皆さんのお悩みに身も蓋もなくお答えする相談解決番組となっております。よろしくお願いします。あくびしててさ、この身も蓋もないとって一緒に言うんだよ。あくびしとらんて。いや、してたしてた。あくびしとらんて。違う、花粉症の飴が、スーパーメントールのど飴っていうのを今レッピーがくれたら、辛いなと思って、口を辛いと思って宙に浮かしてたわけ、飴を。何宙に浮かした？宙に触れないように、こう。じゃあ何、身も蓋もないとって一緒に言わなきゃいけないところなの？あ、ごめんごめん。さ、もう辛すぎて。辛すぎて。花粉症だから。失礼。なるほどね。はい、じゃあちょっとお便りいきますよ。はい。本日のお便りですね。はい、ラジオネーム海風の日賀さん、沖縄県女性の方、ね、沖縄の、よく覚えたしね、キララさん、あっこ先生、こんにちは。こんにちは。2月22日配信の惚れっぽくハマりやすいというお悩みを投稿しました、沖縄の海風の日賀です。採用いただきありがとうございました。お悩みについてお話しいただき胸が熱くなりました、ありがとうございました。失礼ですが、あっこ先生ならこのお悩みを分かっていただけると思っていました。どういう意味かな。どういう意味かな。そして、俺っぽくて良いとも言っていただけて嬉しかったです。あっこ先生がお言葉で、私に写真見せてとおっしゃっていましたので、そういうどういうキャラクターなの。そんなムーミン谷のミーみたいな言い方しますかね、私。違ったっけな。今恋をしている人の写真をお送りします。ああ、送ってくれたの、見たかったのよ。彼とは会社は違いますが、年下で同業者で、広告 CM デザイン制作系です、ちなみに恋を成就させたい気持ちはありますが、今のところ望み薄です、彼にはなんと付き合って10ヶ月の彼女がおり、私と出かけたりはしますが、彼女とうまくいかないことを相談されたりします、写真ね、ここ、持ってきてます。確かに、オチンマサト、おしゃれバージョン時メガネ男かもしれません。写真、こうカラーが、写真ね、今見てますけど、なんか若いね、おしゃれな男の子で、まあなんか一言で言うと、なんていうのかな、こう文化系男子っていうか、まあちょっと須田くん入ってる、イケメン須田まさきくん系のファッション好きですみたいな。今のね、3年組やったっけ、メガネかけた須田くんみたいな感じのも、いわゆる今時の若い、文化系男子っていう感じですな。ですな。彼の仕事を頑張ってるところ、かわいい、見た目、お笑いの趣味が合うところが好きです、って書いてますよ、どうですか。じゃあこれで写真見せてって言ったのね、あこ先生なんですから。だから見て、その彼女がいるのに、この海風の日賀ちゃんと、ね、遊び行ったりとか、その彼女のことを相談したりとかしてると、ね、まあ自分のことを特別な人間だと思ってるんでしょうね、彼はね。どういうことですか。俺はそういうことをしてもいい特別な人間だと。違うやろ。深層心理で思ってるでしょうね。違うやろ。ちょっと鈍感でね、女心に鈍感で、まさか海風の日賀さんが自分を好きなんて思いもせず遊びに行ってんでしょ。いやいや、違う。自分はね、なんでだよ。ちょっと普通の男の子じゃないんだと。俺はデザインもしてると、ね。広告 CM デザイン制作してると、俺はちょっと普通じゃないんだと、ね、こうやって彼女がいてもね、他の女の子とちょっと展覧会などを見に行ったりもしちゃうような、それが許される男なんだと。優しそう、そんな性格してなさそうな、優しそうな顔してるじゃないですか。あのね、まあ優しいっつうかね、それはまあ、それはね、ダンゴムシ助けたりはするかもしれないですよ。でもね、ダンゴムシ助けたりはするかも、まあ、子供の時も優しい子だったんでしょう、ね。母ちゃんにどうでもいいカーネーション1本50円で買ってきて渡したりするようなね、男の子だったんでしょうけども、俺はね、俺はちょっとこういうとこあるんだよね、俺って変わってるのかなというのが、このコートからまあ見て取れますよね。たった1枚の写真でそんなところ、このコートとこのズボンのライン、そしてこのちょっと大きめの革靴から、俺ってなんかちょっと変わってるのかな。もっと一ついいところも言って、せっかく写真まで送ってきてくれたんだから。顔かわいいこの男の子、ハンサム、ハンサム、痩せてるわと、ね、ちょっとだからね、俺ってなんか、これってダメなことなのかな、みたいな音ぼけ感を出してますね。東村プロと行く沖縄ツアーなどありましたら、ぜひコーディネートしますのでおっしゃってください。沖縄支部としてこれからも聞き続けます。皆さん大好きです。ステッカーをお待ち申し上げておりますということですね。あ、そう、これもう今後沖縄の子、この男の子も
そうでしょうね、同じところでしょうからね、あそう沖縄の顔ではないですよね、でもね、なんかね、うん、須田くんみたいな、まあ特別だと思ってるんでしょう自分のこと、なんでまた同じこと言ってんの、ね、まあもうせいぜい若いうちだけやから、やらしとけやらしとけね、調子づかせとけばいいですよ、なんでのおじさんになったら誰も相手しないんだから、若い男の子の特権かもね、そうやっていろんな女の子とねデートして、なんか彼女がさみたいな、この間彼女怒らしちゃったんだよねみたいなね、どうでもいいわっつってね、そんなにもっといい男いるよ、何の恨みがあるんですか、いやもっとちゃんとした彼氏作らんといかん、まあ別にこの子にね、うん、これでしょ、まあこの子が彼女と別れるまで頑張ってみて、そうね、うん、ね、はい、こんなこと言われて頑張れる、うん、もうもう巻き込まれる必要はない、うん、もうね、そうね、うん、これっぽいんだったら次行ってもいいですからね、そう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 、でまあこの子のこと好きだったら、うんうん、なんていうのかな、まあ子供だなって思って、うん、なんとなく温かく生温かく見守ればいいんじゃない、ガキだなって言ってね、うん、はい、じゃあお悩みいきましょう、はい、はい、次のお悩みです、最初のお悩みですね、水星石のマスターさん、愛知県の方ですね、はい、最近花粉症が始まって目がしょぼしょぼ痒くなってきたりして、うん、春が近づいてきてるなと感じています、そこで花粉症を楽しむ方法があればぜひ教えてくださいって、楽しむ、うん、なかなかですね、楽しむ、花粉症対策でも楽しむ対策じゃなくて、うん、楽しむっつって楽しむ方法、マスクのおしゃれとかそういうこと、あマスクのおしゃれね、一個あるんじゃないですか、あとやっぱあれじゃない、うん、なんつうのあのほら、うん、あるじゃんグッズがいっぱい、グッズで完全武装して歩いて、あれお子先生って花粉症、めっちゃ花粉症だけど私いろいろ薬飲んでるからとりあえずは大丈夫、うん、昔はほんと花粉症し、私、うん、小学校5年の時から宮崎で花粉症になったから、うんうん、でそのじゃあ学校先生がやってる対策とか、うん、こういうことやってますよみたいな、病院でもらった薬飲んでんだ寝る前一錠それしかねえだろう何で何でそれ最近の茨城弁、茨城弁、茨城弁なんで茨城弁、ママ友、病院でママ友病院でもらった薬を寝る前に一錠飲むんだよそうすれば次の日一日大丈夫なんだから、楽しむ方はじゃあだからもう楽しむっつって、うん、まあ、だ快適に過ごすってことでしょ、うん、薬飲みたくないの、あじゃあそうですね、じゃあ薬は、まあ、眠くなったりとか、うん、だとして薬飲まなくてもいい方法、顔に油を塗りたくる、これはマジ、まあ、今ギャグじゃないよマジで言ってるから、顔にクリームとか、うん、でも普通のクリームじゃダメで、かなりなんかシアバターみたいななんかこってりしたクリームを顔に塗るでしょ、うん、全体にクリーム、ココナッツオイルとかじゃダメなんだ、シアバターって知らないの、知らん、もうこれだからここの人たちはもうほんとびっくりするわ、シアバターっていうどっかなんか南の島のシアっていう木の実があって、木の実から取れるココナッツオイルみたいなのを、要するにバターみたいなものが取れて、それがすごい保湿効果が高いって言ってここ10年ぐらい流行ってるんだが、そういう結構ベタベタした系のクリームを顔に塗るでしょ、で髪の毛にヘアオイルみたいなのあるでしょ、例えば、うん、まあ、ばあちゃんが使ってた椿油みたいので、今いっぱい柚子油とかいろんな、そうアボガドオイルとかヘアオイルが安いのがあるから、うん、それを髪に塗るでしょ、うん、そしたら花粉がそのクリームとか髪に吸着されるわけ、顔の近くに行っても、うーん、で、まあ、大体大丈夫、大体大丈夫、うん、なんでやってないんですか小先生、薬飲んでっから、あいいからか、薬無敵だからちょっと眠いけどね、無敵無敵、あとはもう薬飲みなさい、もうね薬飲むの、飲むの、お言葉いきますよ、うん、はい、身も蓋もないお言葉お願いします、よジルテックを飲んでください、あそれ薬の名前、はい、もうそれしか言いません、ジルテックとだけ言っときます、あと調べてください自分で、私はジルテックを飲んでますちょっと最近お父さんに似てません、え嘘やめて健一に近づいてっちゃる、健一お父さんでしたよ、でも私時々ね、うん、自分でも今の言い回し、うん、お父さんの言い回しだなって思う時非常にある、やばい、あんな60代に なりたくないやばすぎるです、ね、ジルテックで検索、はいね、さあ次のお悩みです、ラジオネーム梅ちゃんさん、はい、21歳女性の方です、うん、東村先生、東村明子プロの皆さん、こんにちは、
こんにちは。いつも楽しく拝見しております。私は今年21で大学2年生になるのですが、39歳の好きな人がいます。いいじゃん。お互いに好きな気持ちはあるようなのですが、相手が次付き合う人とは結婚したいから現実的に考えると君と付き合うのは難しいと言われてしまいました。本来ならばここで縁を切りたいのですが、一緒にいる時間が楽しくてなかなか縁を切ることができません。手放したくないと思ってしまうのです、これから先私はどうしたらいいでしょうか。どういうこと39歳のどういうこと。だからちょっと年18個年上の男性と恋をしてるんですよね。でもその男性がちょっと若すぎると、なのでちょっと次は結婚考えてるから。じゃあ付き合ってないってこと、付き合ってはないんでしょうね。ちょっと付き合う前でしょ。じゃあデートとかはしてるってこと、うん、どういうことそのえなんで少女漫画だったらそんなあるんじゃないの相手の人は、彼女のためを思ってこんな若い子に俺が手出したらいかんと思って、そういうことを言っているのか、本当に興味が女性としてね付き合いたいと思ってなくってそういうことを言ってるのか、ま、どっちっていう。大学2年だから、あと2年も待たなきゃいけないし、そしたら自分はもう40代になるしとか、そういうのがあるんじゃないですか。学生だからね。まあね、でも別に好きだったら18歳離れてようが大学生だろうが大学卒業したら結婚しようでよくね。なんでそれでここでお預けみたいなこと言うわけ。早く結婚したいのかな。どっちって言う。だって39になったら別に40だと41だと別に変わらんやん、そんなの。しかも男でしょ、別に若い奥さんもらえるんだったらさ、待つでしょ2年ぐらい。そうでしょ、若い方がいいんだから。なんだってさ、じゃあそのもう一つの方だと考えたら、だって現実的に考えると君と付き合うのは難しいってさ、じゃあ現実的に考えるとってさ、現実でしょ。だってこの子とさ仲良くしてんのはさ、非現実なの非現実。大学生の18歳の下の子と付き合うの非現実なの。別に珍しいことでも何でもないでしょ。20歳ぐらい離れてる。2年も待ちたくないのかな。すぐ結婚したいのかな。でも次付き合う人とはつったってさ、じゃあはいはいはい、はいどうぞ。次付き合う人とは結婚したいからって言って、次付き合う人と結婚するとしてもさ、次付き合う人とね、探す、知り合う、付き合う、あのプロポーズ、結納を親に紹介とかしてたら2年ぐらいかかるよ。そうね、そう考えたら確かに、おかしいよこの人の言ってること。本当の気持ちを聞いた方がいいんじゃないの。なんて聞けばいい、ね、私のこと好きですか、嫌いですかって、で同じこと言ったら、いや現実的に考えると、いやいや違う、そう現実的とかじゃなくてあの私のこと好きかどうか聞いてるんですって。好きではあるけど結婚を考えると、いやでも別に私あと2年で大学卒業しますし、別に今結婚のことは、まあ、後々考えるとして、とりあえず今仲良く楽しく付き合えばいいじゃないですか。なるほどね、ごめん実はって出てくるから、ちょっと はっきりもうこれははっきり聞くしかないでしょ、そうね、すでに結婚してるとかはないだろうな。あるかもしんないよ。なんで誰あれって言ってる。いやこれ怪しいぞ、こらちょっと怪しいやろ。別に分かんないですよ、じゃないんだから。聞いてみないとね。聞いてみよう、もしかしたらなんかあるのかもしれません、ね。まあ、本当にね、悪いなって思ってるかもしんないしね、彼女に、ね、なんか夢があるとかね、うん、この梅ちゃんさん、こんなおじさんがこの子の未来をね、あれするわけにはいかないって思ってるかもしんない、だったらデートすんなって話。そうでしょおかしいおかしいおかしいぞ行動がおかしいなっていう話だからね。どっちだっつうのはっきりさせんというか、そうね、ちょっとこれだけ短いからね、ちょっとはっきりできませんね、これもね、ちょっと一回聞いてみて、でもう一回そうだね、お悩み送ってもらいましょうかね。でもお言葉いきましょう、はい、身も蓋もないお言葉お願いします。いいよ。矛盾してるこの男の人がやってることと言ってること矛盾してる。なんか変ね変だなって思ってみたいな何その言い方番組では皆さんのお悩みを募集しています。応募方法は番組宛ての E メールアドレス mimofuta.r@gmail.com です。懸命にお悩み相談とご記入の上、年齢、性別、ラジオネーム、お悩みをお送りください。採用された方には東村明子書き下ろしみもふたステッカーをプレゼントいたします。
身も蓋もないと。アンティークラバーズの夢見るポエム。このコーナーは石原まさみのポエムを朗読するシンプルイズベストなコーナーです。それではいつものようにみんな大好き東村愛子先生をお呼びしちゃいましょう。愛子先生、愛子先生、みんな大好き愛子先生。はーい、あきこです。よっ、待ってました。愛子先生よろしくお願いします。ありがとうございます。いつもありがとうございます。先生、今日はいきなりなんですけど、はい、日本の象徴とされる花は何だと思われますか？日本の象徴？桜？うん、さすが先生。すごい、まさか当たるとは。まさか、さすがです。それでこそ先生です。実はですね、あの国花って国の花って書いて、うん、英語で言うとフローラルエンブレムっていうかっこいいイングリッシュな感じの言葉があるんですけど、はい、実は桜とあともう一個が菊もなんか国花として扱われているようなんですね、うん、はい、これが今日のポチッとポチッと豆知識。そうです、はい、何をボタンをポチッと押したのかよく分かりませんけど。そうなんでしょう。で、まあ、一応このですね、3月も下旬になったこの時はですね、うん、関東でも桜が目に美しい頃だなと思うので、うん、今回は新年度もスタートするこの時、うん、出会いと別れのこの季節でもありますが、うん、やっぱ入学式とかね、卒業して就職とかあると思うんで、うん、新しい環境に入っていく人もいると思うんです、うんうん、そうするとやっぱり期待と不安を抱えてる人もいると思うんで、うん、そうですね、うん、ここでですね、やっぱりここはまさみ的にはですね、ポジティブにポエてみたいと思うので、出会いよりも別れよりも出会いに、うん、不安よりも期待に、うん、こうポジティブにピント合わせて4月に向かって弾みをつけたい気持ちをポエムにしてきました、はい、ではいきます。お願いします。題名、期待して進め。たとえ雨の日だったとしても、晴れ晴れした顔顔笑顔、イケイケ進め、ニコニコプフフ、えって笑顔顔、鼻歌を道連れに、ふんふんふふふん、うふふふふふふん、ふんふふふふふふふんふん、プルプルふん、雨雲もスキップ、もっちゃっちゃもこもこぷにゃぷにゃ、駆け出した雨雲を追っていこう。さんさんと照らされたひらりしずくのアスファルトに、お団子サークルが続くよ。この先はノープラン、何にもしなくていいんだよ。ただ歩いていこう、楽しみながら、ふん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 、ふふふふふふふん、手をつないで歩いて行こうか、楽しみながら。先生、いかがでしたか？すごい前向き、楽しい気持ちになるいいポエムでしたね。よかったです。今回かなりちょっと頑張って、ふんふんっていうのはこう鼻歌を表してるのかしら。さすがです、ね、先生、桜といい、ここの描写といい、さすがですね。鋭すぎました。鋭すぎましたね。あと雨雲がスキップっていうのはどういう状況なのかなっていう、あの鼻歌に追いかけられるように、うんうん、雨雲もスキップしちゃった描写です。あー、だいぶ空の上で雨雲がスキップしたってことなんですか？そうなんですよ。もっちゃっちゃもこもこぷにゃぷにゃ、もっちゃっちゃ雨雲だと思ってください。もっちゃっちゃ雨雲、まあはい、雨雲がこうウキウキして、そうなんですよ、はあ、よしじゃあ先生あ、ね、こっからですよ。そうだそうだ、こっからこっから、ね、さあ頑張るぞ。これをどうね変換できますか ね先生。昔の日本のね伝統芸能的なお能にどう変換するね、長唄にね。そうですね、どうぞ押していただければ。さすがにちょっと今日は無理じゃないかな。でもちょっとやってみますね。じゃあ変換スイッチオン。たとえ雨の日だったとしても、晴れ晴れした顔
ボリューミーでそうなんですよ、なんかね、もう一晩みんなでちょっとラリって過ごしたみたいな気分になりましたけど、よかったです、力作でよかったんじゃないでしょうか。先生、イングリッシュといえば3月は英語というとマーチなんですね、うん、ですから更新曲っぽくやってみました。ちょっと更新曲っぽかったですか、口がちょっとあれだったんですよ。更新曲っぽくポエってみました。どの辺が更新曲っぽかったですかね。ふん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 とか、そこら辺がなんとなくこうポエマー的にですね、更新曲にかけてみました。なるほど、もうなるほどとしか言えないですけどね。いやでもこれね、みんな電車の中で聞く時は本当音漏れ注意ということでね、はい、会社などでも気をつけてください。あとね、スマホをテレビとかと Bluetooth でね繋いじゃってる方ね、気をつけてね、以上ね、はい、注意事項の方よろしくお願いします ね皆さん、はい、通報されちゃうんでね、気をつけてください、はいはい、ありがとうございました先生。今日もでは日本の文化を和と洋の融合でより深く味わっていただけた今回だったと思います。文化とは遊び心から生まれてくると思うアンチックラバーズでした。エンディングです。どうも、ニノニーノがお邪魔しております。ニノ、ね、ニノさ、はい、顔さ、お風呂上がりさ、化粧水とかクリームとか塗ってる？あ、塗ります塗ります。いつもやってる？昔からやってる？最近？いやでも、もう10年ぐらいやってんじゃないですか。そうなの？何使ってる？こんなお肌のトラブルの、いやトラブルじゃないけど、何使ってるって、何って、そのわかんない、ちょっと待ってください、あれです、極潤、極潤なんですか、あ、化粧水ね、極めに潤うって書くやつ、あの、いっぱい入ってる、入ってるんだ、肌ラボ、肌ラボです、肌ラボ、肌ラボ、あ、極潤でしょ、うんうん、え、なんで分かったんですか。ちょっと分かる分かる分かるんだけど、ちょっと油分が足りない気がするから、ほらもう結構ニノ、ね、ドンレジで結構ニノのこと好きって女の子が増えてきてるから、そうそう、全然聞こえてこない、いや、ちょっと美容に気を使ってほしい、ちょっと
じゃあそれをチラッと刺してクリームが足りないんじゃない、クリーム塗って化粧水だけじゃダメなんで、なんかクリーム塗って、じゃあ一から風呂上がります、うんうん、化粧水ですよね、うん、でいいんですよね、まずそれは、うん、まあでも、まあうん、まあいきなりクリームでもいいと思うけど別に何が違うんですかその化粧水と、油分油分油分、あとは自分で考えて、いやおい言い出してそれかい、ちょっと油分多めにして、後で分かった、油分しか分からんわ、化粧水だけだったら蒸発しちゃうんじゃない、うん、蒸発しちゃうから、クリームも、うん、ただクリームはここ2ヶ月ぐらいしかつけてないです、うん、からしかつけてないです、昔は化粧水だけだったんで、あちゃんとこうおあのツヤっとさして肌をどんでいるの、やり方教えてくださいよ、だそれ自分で考えて、それを分からんから聞いてんのに、えでそれを言いに来たんだっけ、違うよなんで俺お肌のトラブル言いに来るのよ違いますよ、まあお肌のトラブルはまあちょっと次回ね、あの教えていただきまして、スルッと刺して、じゃあそういうやり方を教えてくださいよって、それ自分でググって、なんなんだよいいよもうこのやり取り、ライブが決まりましたよ、なんとね、嬉しい嬉しい、東村プロダクションの事務所ライブです、はい、なんで先生ひくりとも笑わないんですか笑うとこじゃないよね、笑うとこじゃないけど、こうニコニコ顔がないなと思って、こうこの間やったばっかじゃない、いやいやいや、この間って11月なんですよ、この間、そうそう、そんな前っけ、この間は収録、あの見事な公開収録、ね、公開収録をそれライブとして勘違いされてるかもしれませんけども、ライブっていうのはあの若手芸人がガンガン出て、うん、爆笑コントを爆笑漫才を披露して、え若手いないうち、うん、いないよ、いやいますよ年寄りしかいないんだけど、いやいやいや、アムールさんを筆頭に年寄りじゃん、え年寄りしかいないよ最高の年寄り言ったな最高の年寄りなんか言いました、最高の年寄り、まあまあいいですよ、じゃあその最高の年寄りが、うん、まあ、爆笑漫才爆笑コントを織り直して、うん、それをまあ先生が見て、うん、まあ、ああだこうだ言ってくれるっていう、そういう素晴らしいライブなんですけれどもそれがまあ5月の6日、うん、場所は新宿の角座、うん、時間がお昼の2時、うん、となっております、これはもうここにも書いております、チェケラーでございます、これね、まあ、うん、チケットがなかなかもう取れなくなってきてるから、結構皆さんお早めに、ね、まだチケット発売してないんですよね、うん、いつから発売、まだそれは決まってないですか、すぐ売り切れちゃうからね、大体1ヶ月前なので、うんうん、4月上旬ぐらいかな、うん、5月6日だからね、4月6日あたりと、うん、にこれはもうね、皆さんのネットをチェックしていただいてすぐゲットして、せっかくファンが増えたからもっと爽やかにさ喋った方がいいんじゃない、うん、ちょっと油分が足りなかったですね、うん、声の油分が足りなかったですけど、うん、まあということでね、やばい、うまいこと言えなかった今、なんかニノもそういうこと言うんだと思って、言わしてくださいよ、ね、あのニノニノもね、うん、登場するコーナーもなくなりまして、うん、あの、うん、見どころ、見どころはもう、ライブの見どころね、正直言って全部なんですけどもね、あ谷川さんがね、まあ、どういう感じでまた登場していただけるのかっていうところは谷川さんってさ、うん、前回出たんだっけ、あのコナンネタみたいな、前前回出たんだっけ、出るん次は、一応相方が、誰相方、台湾から呼び戻したの、いやいや、なんか戻ってきたらしいです、金沢、日本に、金沢に、谷川さんね、解散しとらんらしくって、その相方さんどこに住んでんのって、いや今台湾っすってもう解散していいんじゃないかって、え、じゃあ相方さんと一緒に出るってこと、あまあまあ出れればトップバッターでなんでトップバッターなの、まあ、それはギラガさんに任せますけど、トップバッターは元気がいい、若いさ元気がないっすけど、絶対任せらんないわよ、出ていいんすか、ネタ見せもなく、だってさね、そんな私物化していいのライブをねえ、じゃあ俺谷川さんの相方さんから LINE が来まして、うんうんうん、あの今度のライブ出るかもしれんとか言われて、はぁと思って、俺許可得たのって言ったら、いや知らんけど谷川さんが出るって言ってるから、あ、だから先生の返事待ち、返事待ち、え、なんていうコンビ名、コンビ名は何、フェイフォン、フェイフォン、フェイフォンって何、中国のなんか中国っぽい言葉みたいな、あ、武術家の、いまいちだな、いや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 、フェイフォン、フェイフォン、まあちょっと考えますよ、考えます、
じゃあ、次回は本当にフェイフォンが見れるかもしれませんということで、うん、本当にマジでチケットはガチでゲットしてください、うん、本当に5月6日、うん、来てくださいマジで、もう70何人入るんですっけあそこ119、うん、少ないですよね言っても、うん、これはもう本当にマジで必死に取りに来てください、うん、ということです、うん、じゃあ最後、うん、イケメンっぽくファンをね、うん、さらに増やすように、うん、かわいいイケメンみたいなのがいい、ね、かわいい、なんかジャニーズみたいな、あジャニーズでなんかお姉さんみたいな、お姉さんたち今日仕事疲れたでしょって、あの夢で会おうね、夢で遊園地行こうみたいな、そういうなんかかわいい男の子系がいいな、ね、身も蓋をね、ちょっと待って待って、師匠だから師匠だから分からん、ジャニーズ、うん、ちょっと待ってください、あじゃあ入り作ってあげよっか、二、うん、の二のって名字なんだっけ、知らん、なんていう名 字なの、二宮、二宮なの、分かるでしょ、二宮なの、二の二のって言うからには二宮ですよ、嵐の二宮と同じ二宮なのすごい、二宮何、くしくも金太だっけ、いやいやいや、なん下の名、いや勝博です、勝博、いや別にいいですよ、二宮勝弘、二宮くん、二宮くん、もうあのあ二宮くん、この間のライブすごい良かったです、うん、私うちは振ってんの見えました、見てた見てた、本当ですか、すごい目立つから、すごいなんかもういつもありがとうね、すごいアンコールの曲まさかあの曲歌ってもらえると思ってなくって、いやあれは本当にすごい感動しました、君のために作ったようなもんだから、本当ですか、曲のタイトルって、うん、あれ新曲で分かんなくてなんていうタイトルの曲ですか、曲あれです、インディゴがついちゃうよっていう、うん、あそうなんだ、だからね、あの衣装もね、インディゴデニムの衣装だった、そうなんですね、あ私あの寝る前にニノさんの声聞きたいんで、うん、今録音してもらって、寝る前にお休みの一言録音してもらっていいですか、お願いします、いやちょっとマネージャーこれダメだよね、ニノさんお、ね、あの大丈夫、マネージャーさん大丈夫ですよね、私もう昔からのファンなんで大丈夫ですよね、ええよね、関西のねマネージャーさんがね、うん、お願いします、お押します、わかりました、インディゴがついちゃうよ、ピッ、今日もお気に入りのTシャツを買って、今日もあの子と笑顔見に行く、今日もピクニック、明日を山登り、楽しい毎日ジーパンで過ごしているぜ、気がついたら気がついたら手にべっとりインディゴが、インディゴ、俺の両手がインディゴブルー、俺の両手にインディゴブルー、気がついたら彼女の顔もインディゴブルー、お休みの言葉はお休み、話聞いてない、話聞いてないから、はい、というわけでまた来週また来週おやすみ